おはこん。おはこんばんは。It's Saigon the Brand。はい。今日は皆様に大事なお知らせがございます。はい。おひげが生えてます。おひげがなくなりました。そうじゃなくて。じゃなくて、私たちアメリカに引っ越してきて、もう6年半、もうすぐ7年になります。うん、はい。経ちました。でね、はい、日本で同性婚ができなかったので、アメリカに引っ越してきて、ここでね、アメリカで同性婚してっていう、感じなんですけど、はい、実は私たち、この度、日本に帰ることが決まりました。はい。移住に、なりました。はい。そう、これはね、一時帰国とか遊びに帰るっていうわけじゃなくて、これからセガのブレンは本格的に日本で日本を活動拠点にして暮らすことに決まりました。はい、でこれはね、結構ずっと2人で1年間ぐらいかけて、どうしようか、行くか行かないかってなんかずっと2人で相談したり、議論したりしたんだけど、その結果日本に引っ越すことになりました。はい、もう本当にね、いろんな話し合いをね、して、時には喧嘩もしたりとかね、なんかまあいいね、お互いの意見をさ、言ったりも、だってアメリカにいいところもあるし、日本のいいところ、どっちもメリット、デメリットがあるからね、難しい決断だけど、絶対何かを犠牲にしなきゃいけないっていう状況だから、そうだね、だからしっかりと2人で話してきたんだけど、はい、なのでね、まあもう本当に何だろうね、話したいことはねすごいたくさんあるけど、この一歩の動画じゃね収まらないと思うから、まあこれからね、いろんな細かくね動画を作って、まあなんで日本に何か行くことになったのかとか、まあそれは今日話せるかもしれないけど、あとはなんか日本でのアパート探しとか、まあペットを連れて日本に帰国する大変さとか、まあそういう、まあ自分たちの今までの昔の歴史とかもそういうのもね、いろいろまた細かく動画で話していけたらいいなと思っております。はい、まだ住む場所は決まってなくて、これからてか今探してるところなんだけどね、結構ねもうこれ大変なのよ、そう、私たちの場合はね、もう同性カップル、プラスペット2匹プラス外国籍、外国籍ってなるから、で一番厳しいのは同性婚じゃなくて猫の方だから、そう、結構ねアパート探ししてて、結構問題点は猫2匹そうところが引っかかってるね。逆に同性のところはあまり聞かれないけど、外国籍と猫が、で猫が一番そうだねって感じ。そう、一匹 OK だけど2匹はダメとか、なんかそういうところが多いから細かいルールがね、結構あるよね。日本に、私たちが住んで日本で YouTube とかポッドキャストとか、まあ、そういうのをね、そう生活していくから、なんかやっぱり不安もすごくもちろんね、あるし、だけどなんかまあその分期待もあって、まあ、YouTube 今まで日本を拠点で撮ったことがなかったから、なんかまあどうなるのかなっていうのとか、あとはなんか日本のね、なんかコンビニとか食べ物とかいっぱいみんなに紹介したりとか、そうだね、あと YouTube ライブいっぱいもっとやったりとか、まあ、そういうのができるかもしれないから、まあ、それはすごく楽しみなところでございます。そうだね、あと日本国内旅行とか、日本の近くのほら台湾とか違う国のところに行ってみたいし、なんかそういうのもできると思う。そうだね、だから楽しみだね、まあなんか慣れるまでは時間かかるかもしれないけど、なんかね、アメリカに来て7年以上経ってるから、もうだいぶこっちの方の生活に慣れちゃって、なんかね、まあ最近日本によく帰ってるからちょっとずつまた日本の方に慣れてきたけど、でも多分いろいろなんかそうだね、なんか慣れるまで時間かかると思う。生活するってなると、なんか多分また逆カルチャーショックみたいな感じで、自分も結構ね、なんかいろいろ感じる部分はね出てくるかと思うんだけど、まあそこら辺も楽しみながら、そうだね、ね、まあ日本の生活、期待しています。なんかね、なんかまあまた話すと思うけど、なんか本当は同性婚が合法になるまで待つ予定だったんだけど、もう本当にね、まあ、それがいつかはなると思ってるんだけど、いつになるかわからないし、人生1回しかないし、そうだね、やっぱりしたいこと
しないと損する、うん、そうだね、なんかね、そのいつ叶うかわからないことのために待って、あの本当にできるかどうかもわからないことのために待つのが辛いから、うん、だってね、本当にすぐすぐって思うけど、うん、それが10年先になるのか20年先になるのかで、自分たちはその時にはもう50代60代になって、うんうん、そこから日本に移住したところで、うん、なんだろうね、まあ仕事探しだったり、うんうんうん、なんかあと生活の基盤ってのがなんか不安定なままね、また日本に行くことになっちゃうじゃん、うん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 、ね、それもすごく不安だから、もう住みたいんだったら、ね、移住して住もうっていう形になったよね。ね、でとりあえずなんかずっとって考えるとちょっとストレスになるから、うん、とりあえずじゃあ2年とか、うん、なんかそう言って決めて、なんかとりあえず2年で、まあ、その後も、ね、伸びるかもしれないし分かんないけど、そうだね、とりあえずじゃあ今目の前にあることをとりあえずやってみようって、うん、いう気持ちでね。そうだね、うん、そうで、なんかね、今回どうして日本に移住できるようになったかっていうと、うん、そのブレンの今やアメリカでやってる仕事が、うん、なんかその今の仕事のその兄弟会社みたいなのが日本の方にもあって、うんうん、まあそこにちょっと移動して、まあ、日本から仕事ができるよっていう形にしてくれたんだよね。そう、なんか去年の9月に2年ぶりぐらいに日本に帰国知った時に、うん、なんか生後とちょっと話し始めたよね。なんかああでもやっぱり日本に住みたいかもとかね、うん、2人でちょっと話して、でそこからなんかちょっと会社と話してみたりとかして、なんだかんだ1年後に引っ越すことになったんだけど、うん、ね、そう本当にね、いろんなことがあったね。なんかその猫ちゃんたちのその狂犬病 の、うんうん、のその注射とか、うん、あとはそのブレンのビザ申請、そのビザが申請はできるけど却下されるか受け入れられるかわからないっていう状況とかあったりとか、もう本当にこの1年、まあ、YouTube とかで言ってなかったんだけど、結構2人とも精神的に不安定な時期がかなり多くて、うん、そうだね、なんかね、なんかうまくいくかなとか、うん、でなんか今日はね気分が良くても、あ次の日になったらなんかちょっと考え変わってたりとか、やっぱり日本に行くのって間違いじゃないのかなとか、そういうなんだろう、アップダウン、アップダウンをずっとこの1年間繰り返してきた状況で、でやっとね、そのブレンのビザの承認が降りて、じゃあ日本に行けますっていうことになって、やっとちょっと2人の気持ちが落ち着いた。今まではすごい宙に浮いてる状態、なんか地に足がつかない状態で、なんかどっちかなどっちかなっていう感じで、すごく気持ちが大変だったよね、うん、だって今まではありえない話だったから、うん、ね、もうありえない、なんか同性婚ができないと日本に住めないとずっと思ってたから。そうだね。だけどなんか調べると、なんか自分が申請した在留資格はなんか3から5年以上 の、 その仕事の経験がある人は、ね、自分は大学卒業できなかったから、いろいろあって、でなんか学位がなくてもその経験だけでビザ申請ができるってなったから、それでいけるってなったんだけど、ね、本当にね、もう、まあ、ブレンはもちろん自分もだけど、ブレンの方が自分よりもなんだろうね、アメリカに来てからちょっと日本にやっぱり帰りたい帰りたいっていう気持ちが強かったし、うん、できればブレンはね日本を離れたくなかったんだよね、その6年、ね、7年前とかは、うん、でも日本で同性婚が認められてないから仕方なく2人でアメリカに、うんうんうん、引っ越して結婚するっていうことを決めたから仕方なくアメリカに自分たちは来てたんだよね、うんうんうん、だけどまあブレンがね、うん、アメリカに来てね、ほら仕事の経験もなければ、ね、うんうんうん、学校の経験もない中一生懸命仕事を探して、うん、でその仕事をねもう5、6年間しっかり続けてきたっていう、うん、そのなんだろうね、ブレンが頑張ってくれたっていう歴史があるから今回こうやってなんだろうね、自分たちのやりたかったことにつながったんだよね、うん、まあでも最後もしっかり頑張ってよ。俺はちょっとね頑張って、サポート側のね方だったからね、お金の面でもさ。でもなんか全部さ、ほらやっぱりアメリカから、あ日本から出てアメリカに2人で来た時は全く予定計画なしで、そうだね、来たわけね、もう 若かったし、まだ21歳と22歳のね、が緊張だったもん ね、 だったからできて、でなんだかんだそういう仕事につい
つくことができて、で英語も仕事を作ることにできて、でなんだかんだオハイオに引っ越して、ちょっと働いて、その後にシアトルに引っ越してっていろいろあって、本当にね、なんか今なんか振り返ってみると、うん、なんかああアメリカに来て本当良かったなと、うんうん、もう本当思うんだけど、なんか自分たちがね、うん、多分成長できたねよね、アメリカで、アメリカに帰って来なかったらいろいろできなかったし、うん、あのなんかいろんな知り合いとかもなかったんだろうし、うんうん、なんかこういう仕事に就くこともなかったから、うん、だからアメリカに来るのが正解だったと思う、ね、家族との関係もね、うん、アメリカにもし住んでなかったら、うん、今のそのブレンの家族とここまで仲良くなってなかったと思うし、うんうん、その LGBT のそのゲイの息子をその受け入れるっていうその過程もここまで進んでなかったかもしれないと思う、うんうん、でこうやってちゃんと同じ国に住んで、ね、ブレンのお母さんとか兄弟とか、うんうん、その家族と過ごすことでなんか自分たちを知ってもらえて、うんうん、なんかもっとね、うん、距離が近くなったっていうのがあるから、やっぱりアメリカに来てそこの面ではね、うんうん、すごい良かったなって。そうだね、うんうん、ね、まあいっぱい話す内容あるね。そうだから結局長くなるから今日はねここら辺までにしとくけど、うんうん、まあこの他にもね、まあアメリカの良かったこと悪かったこととか、うん、シアトルのこの場所の良かったこと悪かったこととか、うん、あそういう細かいね動画をたくさんね作っていきたいと思うので、あのこれからもね私たちセーガンドブレン、あの日本に行ってからもぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あとはねポッドキャストとかもやってるので、そのポッドキャストの方とかでは、うん、YouTube はね結構ねほら字幕もあるからカットしなきゃいけないんだけど、うんうんうん、ポッドキャストはもう本当に喋りたい分だけ喋れるので、あの本当にもっと細かい内容が聞きたいとかそういう人はあのポッドキャストもぜひ、うん、あの私たちのやつ聞いてください、はい、結構 YouTube で喋れない内容とか、うん、そこでたくさん喋ってるのでおすすめです。はい、まあ、日本語できない人にはそうね申し訳ないけどね、うん、それはでも、うん、そんな30分の動画をそう、ね、編集して字幕する時間がないからごめんなさい、ね、そうでも最近はねほら、うん、ポッドキャストを YouTube にね、うん、あのあ再アップロードして載せてるから、ね、本当に YouTube がいつかその自動音声がすごく、うんうんね、上手になったら、上手になったら、うん、もしかしたら大丈夫かもね。今ちょっとあるよね多分、うん、あるある、うん、だから俺らがちゃんとした日本語喋ってない可能性があるから、うん、多分自動翻訳がこんがらがっちゃう、めちゃくちゃになっちゃうと思う、うん、まあね、急な発表だったので驚いた方もいるかと思うんですけども、ぜひあの私たちの動画チャンネル登録、高評価、そしてぜひ知り合いの方とか、うん、興味がありそうな人がいたらこのチャンネルおすすめしてみてください。はい、ぜひぜひ、はい、コメント欄、コメントもたくさん待ってます。はい、お願いします。はい、もう全部言ったか言ったねじゃあブレンさん締めてください。はい、ということで、だってもう全部言ってんじゃん俺のやつがないじゃん、もう言うやつが喋っちゃった、全部。はい、じゃあどうぞ閉めてくださいはい、ではそれではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ、またね、またね、バイバイ。なんか喋る系久々だったかもね、うん、今日メガネにしようか、コンタクトにしようか。